星たちの息子は、エリック・サティが作曲した劇音楽。1891年に、サール・ペラ・ダンサの神秘劇、星たちの息子のために作曲された。本来は、フルートとハープのための作品だが、この版の楽譜は現存しない。後に、サティ自身が、ピアノ独奏用に編曲した版だけが残されており、もっぱら校舎が演奏されている。 演奏会で演奏されること自体まれで,で多くの場合は、録音にとどまるが、その場合でも多くは、各幕への前奏曲のみが演奏され、全曲版が演奏、録音される機会は少ない。全部で3幕からなっており、各幕には前奏曲がついている。全曲版は、ベクサシオンを除けば、サティが書いた作品の中で、最も演奏時間の長い作品である。初演時のポスターには、 エリック・サティのハーモニックな組曲付き、サール・ペラダンによるワグネリー・カルディエンヌ、星たちの息子の見出しが付けられていた。秋山国春によると、ワグネリー・カルディエンヌとは、ワーグナー風先誠術という意味である。本質的な音楽的要素は、前奏曲に集約されており、各幕の音楽のほとんどの部分は、前奏曲に現れるモチーフを繰り返すことで、構成されている。 全曲版の第一幕の終わり近くでは、グノシエンヌ第3番によく似たフレーズが現れる。この部分の音楽は後に、2台のピアノのための梨の形をした3つの商品の1曲目、始まりのようなものに再利用されている。ジョゼファン・ペラダン、星たちの息子の原作者、サール・ペラダンは、フランス出身のオカルティストである。本名を、ジョゼフ・ペラダンといい。 1858年にリオンに生まれた。後に自らジョゼファン・ペラダンを名乗るようになった。父親の名前はアドリアン・ペラダンである。19世紀末の西ヨーロッパではオカルト趣味が大流行していた。当時はカトリック教会の教義を遠慮しながらオカルト的なその文化を作ったり芸術活動を行うことはそれほど珍しいことではなくアドリアンもまた 我らの主イエス・キリストの左肩の傷という名の教団を作って運営していた。また、この頃には、バラ十字の名前を冠したオカルト団体が大量に生まれていた。熱烈なワグネリアンだったペラダンがバイロイトに赴いた。イワーグナーは、ペラダンの神秘主義に関する知識の豊富さに打たれ、ペラダンと交際するようになった。1885年、ペラダンは神秘主義小説。 思考の悪徳を刊行し、この本を携えて、パリに戻った。この小説は、ある程度は評判になった作品で、サティも、思考の悪徳を愛読していた。この小説に興味を示した一人が、スタニスラス・ド・ガイタである。ガイタは、ペラダンと共に、バラ十字架バラ会を設立、ペラダンは、同会の美学部長を務めた。しかし、ガイタは筋金入りのカバリストであったのに対して、 ペラダンはいかがわしい日和見主義者だった。ペラダンは教義をめぐって、外科と中田いし決裂、分派を作る。ペラダンは、霊体による除解によって、カルデアの僧たちから、サールメドラクという宗名を授けられたと主張、サールペラダンを名乗るようになった。1890年、ペラダンは、自身の宗教こそが正当ローマカトリックであると主張し、七人組と共に、 新たな教団、聖堂と聖杯とカトリック、バラ十字会を結成する。結成と同じ年、サティは、ペラダンの、バラ十字会に、入会、教団公認の作曲家になり、1892年までの間に、バラ十字会のために4曲を書いた。しかし、サティは、ペラダンの専門に我慢できず、1892年8月、ジルブラース市場に公開絶縁状を公表し、 バラ十字会と手を切った。代わって、サティは自分のアパート内にシュイエスに導かれる芸術のメトロポリタン教団という教団を設立し、自らその司祭建聖家隊長を名乗った。当然のことながら、このメトロポリタン教団の信者はサティ一人しかいない。星たちの息子の冒頭部、四度体積は音、平行四度で成り立っていることがよくわかる。 前述のように、星たちの息子のうち、音楽的に重要な要素は、前奏曲に集約されている。星たちの息子への三つの前奏曲は、以下の三曲からなっている。第一幕への前奏曲、天職、装飾的な主題、バビロンのカルディアの夜、第二幕への前奏曲、秘宝伝授、装飾的な主題、大寺院の地下大広間第三幕への前奏曲、呪文、 装飾的な主題、パテシゴデアの宮殿のテラス。天職その他の題名は、ペラダンの戯曲の角膜のタイトルである。楽譜には、白く、そして不動に、じっと動かずに、青ざめた、そして被災のように、遠くから自分を見つめて、苛立たないで、自己の存在を無視してというかなり風変わりな指示が、書かれている。この種の風変わりな指示はすでに、具の支援ヌで始まっていたものである。 星たちの息子の音楽には、4度体積、平行4度の和音が頻繁に使われており、シェーンベルクが復活させるよりも10年以上早い、使用例として、しばしば言及される。星たちの息子の、大一幕後半に現れる音楽が、梨の形をした3つの商品の、第1曲、始まりのようなものに転用されていることは、疑いようのない事実だが、そこに至るまでの経緯は、不明瞭である。 梨の形をした三つの商品第一曲、始まりのようなものには、楽譜の隅に小さく、星たちの息子1891年から抜粋した、グノシエンヌと注釈が印刷されていることが知られている。このことから、星たちの息子とは別に、グノシエンヌと題した作品が書かれ、それが、星たちの息子や、梨の形をした三つの商品に転用されたのではないかと類推する人がいる。 サティが生前にグノシエンヌの題名をつけて出版した作品は3つのグノシエンヌのみで第4番から第6番まではサティの死後ロベールキャビが倉庫から発見して1968年に出版した際に勝手に命名されたものに過ぎず実質譜にはグノシエンヌの題名は書かれていないまたこれまで知られている6曲のグノシエンヌには 梨の形をした三つの商品第一曲に相当する音楽は含まれていない。星たちの息子第一幕から相当する部分だけ抜き出して、クノシエンヌ第七番と称してピアノ独奏曲として演奏されることがあるが、サティの実質譜にはそのような曲を独立して書いたことを示す形跡は発見されていない。百九十一年十二月に作曲されたようだが、主公譜には 日付が書かれていないので正確な作曲経過はわからない。ただし、主公府には作曲家協会の受付員1892年5月23日が押されている。初演時のプログラム。星たちの息子に先立って、パレストリーナの教皇マルチェルスのミサ曲が演奏されている。1892年3月17日、パリのデュランイコールデュエルガローで初演された。 初演時の楽器編成には異論がある。星たちの息子が当初、ハープとフルートのための作品として書かれたことは、間違いないが、実際の初演時にはサティがピアノかハーモニウムで演奏したのではないかという推測がある。その理由は、冒頭の4度の和音をハープで演奏することは、実際には不可能だからである。オープニングにはサティによるバラ十字教団のファンファーレが演奏されている。 記録によると、初演時には、複数本のトランペットで演奏されたという。マルスランデブータによるペラダンの肖像画なお、神秘劇、星たちの息子の初演時のプログラムには、エリック・サティがフルートとハープのために3つの前奏曲を作曲した。優れで、東洋風なこれらの曲は、各幕の初めに、観客がやがて見るはずの情景のために、彼らの神経を準備すると書かれており、 初演時に演奏されたのは各幕への前奏曲のみである。当然のことながら、4度和音、4度の平行和音の響きは当時の聴衆の耳には相当違和感があり、音楽は聴衆の頭を飛び越えて遠くに行ってしまい、氷のように冷たい静寂が流れたとある。初演はされたもののサティの音楽が、聴衆や音楽家、批評家の注目を浴びることはなかった。 その後の演奏状況はよくわからないが、1911年1月16日に独立音楽家協会の演奏会でラベルがピアノ版の前奏曲を弾いたことがわかっている。CD 録音による世界初演はクリストファー・ホップスによって1989年に行われた。全曲版の日本初演は2012年に高橋裕二が行った。 星たちの息子への三つの前奏曲初版の楽譜の表紙、サティの生前に出版されたのは三つの前奏曲のみで、1896年にボドゥーから出版された。楽譜全体は赤いインクで印刷されており、小説線や表紙記号は省かれている。楽譜の最初のページには、サティの手書きによる、検字が次のように印刷されている。我が、 いとこたちの持つしきたりへの偏見といったものなしに、また力ある魔術者たちへの偏見を持つこともなく、私はこの作品を我が同輩に捧げん。このためには私自身への栄光は与えたまわぬことを恋願うものなり。見えるもの、見えざるものの創造したる我が父なる神よ、我が同胞の上に、見恵みを。天使たちの王女、救済者たる偉大なる聖母のご護をたまわらんことを。 満ちたりたる魂の至福を歌う人たち、聖なる人たちの栄光の合唱の祈りのごとく、見恵みを、神のまさしきみかりが、傲慢なるもの、邪悪なるものを打ち砕きたまわらんことを、エリック・サティ・サキ作曲のピアノのための全曲版の、楽譜はロベール・キャビ、が発掘した。キャビ、による、肯定版は1973年に、パリのサラベール社から出版された。 三つの前奏曲とは異なり、全曲版には小説線や標識号が書かれている。また、全曲版の星たちの息子の初演者であるクリストファー・ホップスは、キャビとは別に独自のクリティカルエディションの楽譜を出版している。一方、ピアニストのシュテフェン・シュライエル・マッハは2015年に別個に原点版と称する楽譜を出版している。 サティ自身によるピアノ管役版についてはすでに述べたので繰り返さない。サティ以外の人物による編曲として、星たちの息子の前奏曲のラベルとロラン・マニュエルによる還元楽編曲版が挙げられる。また、竹光・トールによる大一幕への前奏曲の編曲がある。演奏によって若干の幅があるが、前曲版の場合は約70分から80分程度である。 三つの前奏曲のみの場合は、約11分。三つの前奏曲の方は、比較的録音が多い。例えば、などがある。一方、増加傾向にあるとはいえ、全曲版の録音は少ない。ありがとうございます。